プロに聞くイラスト上達のコツ。皆さんはデジタルイラストを描いたことはありますか？ SNS を利用しているときに稀に見かける高評価を得るイラストやアート、でもいざ実際にタッチペンやタブレットを買ってイラストを描いてみてもうまくいかなかった、そんな経験がありませんか？絵を描くというのは闇雲に練習さえすればうまくなるわけではなく、どうやらコツがあるようです。コツをつかめばプロ並みに絵がうまくなる可能性もありますね。この動画では実際にプロイラストレーターに教えていただき、いかにして素晴らしいイラストが描かれるのか、できる限り分かりやすく解説していきます。そして実際にプロの指導を受けてイラストを描き、上達を体験します。今回指導してくださるフリーランスイラストレーターの麦瀬先生です。よろしくお願いします。麦瀬です。頭身の低いデフォルメした絵柄が得意で、色の配置には自信があります。キャラクターデザインも一からできます。趣味は保護猫施設で猫のブラッシングをすることです。よろしくお願いします。麦瀬先生はどうしてイラストを描くようになったのですか？はい、もともと小さい頃から絵を描くのが好きで、ブログやイラスト掲載サイトで既存キャライラストを描いて投稿していました。身近にあるものやモチーフを組み合わせてオリジナルキャラクターを作ることもよくやっていましたね。その後、同人ゲームの背景やゲームのロゴデザイン、友人が出版する小説の表紙や挿絵の担当をしました。ありがとうございます。それではイラストを描く環境を紹介いただきます。現在使用しているのは Surface Pro 7で、 OS は Windows 10を使っています。ペンタブは Surface 専用のスタイラスペンです。イラストソフトはメディバンペイントを使用しています。それでは実際に社のイメージキャラクターを特別に書き下ろしていただきながら、各工程を解説していただきます。そしてプロのこだわりポイントを紹介していただき、視聴者の皆さんも私と一緒に絵を上達していきましょう。ラフスケッチです。アナログでは鉛筆やシャーペンを使って大まかなイラスト案を描きます。デジタルでは鉛筆ツールやペンを使いますが、お好みのペンで大丈夫です。細部まで描き込まず、ざっくりとした形から描いてキャラデザインと背景案を出しましょう。キャラクターを描くときに頭身が合わなかったり、各パーツのバランスに違和感を覚えたりする場合は、参考にできるものを用意しましょう。アナログでラフを描く場合はデッサン人形を、デジタルでラフを描く場合は外部のポーズアプリを利用するといいです。自分でポーズを取り、それを写真に撮ったものを参考にしてもいいですね。ポーズが思い浮かばない、イラストの構図が決まらない場合はデッサン人形を利用して練習してもいいですし、市販のポーズ集を参考にしてもいいと思います。キャラクターの性格によってキャラの取るポーズが変わってきます。元気な子なら元気なポーズ、物静かな子なら落ち着いたポーズなど、描こうとするキャラクターがどんな子なのか、どういうポーズを取りそうなのかを意識して組み立てるといいですね。お花などの小物を持たせたり添えたりすると、イラストに物語や動きをつけることができますよ。ラフなので気に入ったものができるまでいくつか案を出していきます。下書き工程です。先生は下書きもアナログで行うことが多いです。あとはなぞるだけの状態になるまで書き込んでいきます。デジタルで行う場合は手ブレ補正機能をオンにして線を引きやすくしましょう。補正の度合いは人それぞれなので、自分に合った補正度合いを見つけましょう。震えた線ですと綺麗な一本の線を引くのは難しいからです。ラフスケッチの段階では表情や細部を描かないイラストレーターもいます。ポーズや細部を決めてしまうと硬くなって後に修正ができなくなるからだそうです。急いで表情や髪を決定しなければいけないということはありません。線画の途中で表情を変えることもあります。ここでスキャン等で取り込んだ下書きのバランスチェックを行います。紙に書かれたものと画面に映るものだと
後者の方が少し客観的に見ることができると感じています。投げ縄ツールを使って違和感のあるパーツを切り取り、拡大・縮小や位置の微調整を行います。画像の変形で自由変形にすると、ある程度なら奥行きなど角度を調節することも可能です。別レイヤーを用意してガイドラインを設けると調整しやすいと思います。この段階で絵の違和感は取り除きましょう。どうしてもしっくりこない場合は少し寝かせてみるのもありです。1日とか半日とか、急いで仕上げなくても良い場合はこういう見直し期間みたいなものを設けてもいいですね。結構修正点が見つかるものですよ。線画を仕上げます。ペンツールを選んで線をなぞっていきます。線画といっても太い線、細い線、ペンタブレットを利用している場合は筆圧を利用した描き方、さまざまな線画があります。筆圧はデジタルイラストならではの手ブレ補正機能の強弱を利用して丁寧に描き、綺麗な曲線を引いたり、逆に汚くて雑な線画により迫力を出したりなど、ツールの使い方や手癖でイラストの画風が変わります。バケツツールで色を塗る場合は線画に空きがないように注意しましょう。今回は丸ペンツールを使います。最近気に入っているペンです。少しデコボコのある線を引くことができます。パッと見だとわからないかもしれませんが、まっすぐな線を引けるペンと比べてアナログで描いたような温かみを出すことができます。優しいタッチにしたいときは鉛筆ペンなどで線画を描きますね。そういう場合は塗りもざっくり仕上げることが多いため、線画の空きがあっても大丈夫です。線画の色は暗いワインレッドをおすすめしています。こうすると絵に柔らかさ、温かみが出ます。黒一色の線画よりも華やかな印象になりますね。また1ストロークはなるべく一筆書きにして線に勢いを持たせます。1ストロークが長い場合は半分に分けることもありますが、なるべく1回で書き切るようにしていますね。ここからは塗り作業です。一番後ろのレイヤーに蛍光ピンクなどで塗りつぶしたものを用意してください。こうすることで塗り忘れを防ぐことができます。直接バケツツールを使って線画の中に色を流し込んでいき、大まかな塗りを完成させましょう。パーツや色ごとにレイヤーを分けたり、フォルダーでまとめたりすると影付けや模様入れが楽になります。後からの修正も可能です。線画はアンチエイリアスが効いているので、バケツツールの拡張を1から2ピクセル増やしておくと線画までぴったりで塗ることができます。ただ線画の細い部分は若干外へはみ出ることがあるため、そこは消しゴム等で削って調整をしてください。クリッピングやマスキングを用いてベタ塗りをする場合は、線画の中すべてを一色で塗ったレイヤーを用意して一番下にし、それにクリッピングする形で下塗りフォルダーを用意しましょう。線画からはみ出さないように塗ったり、消しゴムを使って線画にぴったり重なるように塗っていきます。エアブラシは丸みのある肌を塗るのに最適です。油彩ツールで塗るのもいいでしょう。ブラシサイズは大きめ、不透明度は高めに設定して薄い色を重ねていくように塗るといいですね。私は主に肌の赤みを入れるのに使っています。膝などの関節に入れたり、頬にチークでお化粧をするように何色か薄く重ねて塗っていきます。人の肌に近い朱色からオレンジ寄りの赤色や鈍いサーモンピンクを使うことが多いですね。影の中に濃淡を持たせたい時も使います。画龍転生、目の塗りは最もイラストの評価を左右すると言われています。パッと絵を見た時に、人間の脳は人の顔に目が行く習性を持っているからです。一番目に止まるパーツなので、なるべく丁寧に塗りましょう。プロの方はそれぞれ特徴的な目の描き方をされていますので、ぜひ観察してみてください。いろんな発見ができると思います。最近はいろんな色を置いたり、小さなハイライトを上に置いたりするのが流行っています。
私はデフォルメした絵柄が好きなので、目の中にはなるべくグラデーションをかけずにパリッと色を分けることが多いです。目の光彩を意識して色を置くといいかもしれません。影の塗り方も千差万別です。肌の色に合わせて影に少し赤系を入れるイラストレーターが多いようです。冷たい落ち着いた印象にしたい場合は青系にしましょう。私は淡いピンクを2枚乗算で重ねて塗ることが多いです。最初からピンクで塗ると目がおかしくなるので、グレーで塗ってから色を変えています。1枚で全ての場所に影を置き、そのレイヤーを複製して、大体の場合は縦にちょっとだけずらします。時短もありますが、影の部分と影のない部分の境目に一色別の色が入ることでリアリティが増すからです。ずらしたことで辻褄が合わなくなった場所だけ修正していきます。一色だけで塗る際は影の境界を一部だけぼかすとリアリティを出すことができます。髪の毛は毛束を表現するイメージで塗っていきます。色ムラのあるブラシツールを使うと味が出ますね。例として水彩があります。影で表現してもいいですね。髪のハイライトを入れる際は白一色ではなく髪色に近い淡い色を選ぶのが無難です。デフォルメなら丸い円をいくつか描き、リアル寄りの場合は頭に輪っかがなるようなイメージで縦方向のラインを入れます。この時全部つなげるのではなく、ところどころ切れ目を作るのがコツです。大まかに色を置いてから消しゴムやぼかしツールで削っていくといいでしょう。背景を描く場合は実写のフリー写真素材を模写するか、想像上の風景を描いていく必要があります。なるべくなら白背景は避けましょう。グレーなど淡い色で四角を置くだけでも空間が埋まり印象が変わります。グラデーションをつけてもいいですね。可能であればいろんなところへ行って風景写真を撮ったりストックできるといいですね。撮った写真から色をスポイトしてみると、自分が感じた色よりも濁っていたり違う色だったり、予想もしなかった色が隠れていることに気づくと思います。こうした色が選べるようになると一人前ですね。慣れるまでは色をスポイトしてやってみましょう。最後に細かい部分を仕上げていきます。ドット単位でのゴミ取りやフィルターによる色調補正など様々な手順があります。仕上げの手順が多いほどデジタルイラストは豪華なものになりますので、いろんな技法を調べて試してみてください。線画およびすべての塗りを1枚のレイヤーにまとめたものを2つ用意します。下側のレイヤーを真っ黒に塗り、ガウスぼかしを5くらいの強さでかけていきます。こうすることでイラストの後ろにさりげないドロップシャドウができ、イラストが強調されます。一気に印象が変わったのではないでしょうか。背景との差別化も図れるため、イラストが背景に埋没することも防げますね。白枠などと組み合わせてもいいと思います。イラストが完成しました。会社に関連したモチーフとしてカワセミと、秋葉原が近いようなのでメイドさんをモチーフとした女の子です。ありがとうございます。素敵なイラストですね。今回はこのようなこだわりポイントを持って作ってみました。1つ目はシンプルかつ丸みのある線画、2つ目は丸みを多用し可愛さを強調、3つ目として青系を基調として綺麗な色使いを目指したことです。それでは実際に麦瀬先生のこだわりポイントに従って指示を受けながらイラストを描いてみます。ラフスケッチはデジタルで描いていきます。下書きからは詳細に手や髪の毛の羽などをしっかり意識していきます。線画です。筆圧のある綺麗な線を描くためにできるだけ長く一発のストロークで線を描いていきます。キーボードのショートカットキーで戻るコマンドを設定しておくと失敗し放題です。塗りはバケツの塗りつぶしを使います。バケツを使った場合先端に塗り残しが残る可能性があるので、しっかりクリッピング用のベタを描いていきましょう。エアブラシは肌の色を調節できます。陰影で奥行きのある場所を赤やオレンジで塗ります。クリッピングしているので服を塗らないで済みますね。
目を塗っていきましょう。私の絵柄ではカートゥーン風のシンプルな作画です。影は黒ベタで塗っていきましょう。劇画やアメコミのような迫力が出せますね。このようなイラストが完成しました。先生の指導に従ったので綺麗な仕上がりになりましたね。麦瀬先生、今回企画に参加してくださり本当にありがとうございます。ありがとうございました。昔と違って今はいろんなツールで自分から発信できる時代になりました。チャンスはいろんなところにあると思いますので、皆さんも頑張ってください。視聴者の皆様もイラスト上達を目指して頑張ってください。